那你们二十年又超越了。さすが鋼の聖女。いや、リアンヌ・サンドロットか。見事です。灰と青の起動者よ。好不希望他输哦。これで終わりですね。他不想接受这一幕。これで灰は銀の力を手に入れる。紫も取り込んだ今、うまく使いこなせれば必ずや総国を勝ち抜けるでしょう。それでも黒に届くかは賭けとなるでしょうが。おい、あんたまさか最初からそのつもりで。それこそまさか。私は全てを賭けて挑みました。それでもあなたたちは私を超えた。最後まで自分と仲間を信じて、ルグイン伯、デュバリーに続いて新しい時代を見せてもらった気分です。マスター。もう悔いはありません。長い、とても長い旅でした。これでようやく。ふざけるでない、リアンヌ。他不准这样啊。哎，对对对，哦，所以李恩太棒了。何が悔いはないじゃ、アホが。このまま消えるなど許さんぞ。而且他是有自己的想法、自己的使命、自己想要去达成的事情，那你就不应该把理想交给我们家自己来啊。他跟那个，我就忘了。他跟列兵王不一样啊，列兵王是早就已经割舍开来了，早就已经要去世了嘛。对啊，他没有死无遗憾，对啊。但是你不一样啊，你就像学长一样加入我们吧。トライケルスの魂を放って一人で行くつもりか。哇，这句话很会说。これから戦争だって始まります。もう止められないかもしれない。私だってそれは分かってます。でも大昔の戦争を終わらせた聖女さんご本人なんでしょう。だったらどうかお願いします。もし戦争が始まっちゃったとしても、どこかで止めるのは手伝ってください。一騎当千呐、啊、一定可以阻止得了。あなたは長らえることを自ら選んだはずだ。俺ですら追加ステージの最中なのに、とっとと退場は通らないんじゃねえか。孤独な修羅の道ではなく、女神への道だって同じことです。私は証明しました。マスターの槍の穂先を砕くことで共に荒れる資格があることを。なのにこのまま消えてしまわれたら、あまりに約束が違うというもの。マスターはずるい、ずるいですわ。デュバリー、背負了250年了嘛。参りましたね。再多一年嘛。彼の魂を継ぐ子らに見取られるなら本望だと思っていたのですが、久しく忘れていたようです。命というものの輝きと尊さを。そうですね、ドライケルス、あなたにもう一度会うためにも。いいや、伝説にはここでご退場願うとしよう。むかいすか。マスター。反被他吸走，可以这样啊。
其死。翼が奴に。ご苦労だったね、諸君。これにて第三相国は完了。金もさらなる進化を果たせたよ。ジース。大魔法。所以题外话，就是以故事剧情来说，就是七姐如果加入我们，那真的是 OP OP 到一个极致。对，所以一个游戏剧情的这样子来说的话比较好，可是真的还生气。也是很符合，这锅就是他背啊。戦場での油断は命取りということさ。時期に現代の対戦も始まる。伝説が退場するには良き頃合いだろう。そんな、あなたは、あなたという人は、仇恨都给他呗。すでに夜は明けた。ほどなく兆しも現れ。明日にはヨルムンガンドが開始される。全ての戦略準備は完了し、あとはバンダイク元帥にお任せした。私は閣下たちと最後の舞台で待つとしよう。決着を楽しみにしているよ。最後の舞台、一体ルーファス卿が一枚上手だったようです。虽然兵不厌诈，但是这个真的很气。その傷は俺の時と同じ。リアヌ、待て俺、今。いいのですローゼ。もう間に合わないでしょう。親は子に嘘をつくもの。ごめんなさい、デュバリ、アイネス、エンネアも。こうなさなかった人生でしたが、あなたたちと過ごした日々はまるで。他就可以直接咻的过来，然后剪尾刀。我们就要一路一路的爬，他凭什么资格咻过来？咻个屁！心配をかけましたね、ロゼ。ですが、あなたという生涯の友人と出会えて本当によかった。ありがとう、優しき魔女よ。このアホ、それはこちらのセリフであろうが。ラウラ城、エースの名があなたという未来へと受け継がれたこと、とても嬉しく思います。ビクター卿、ルグイン伯にもどうかよろしく伝えてください。賜りました。リアンナさん、俺はあの時の赤子が、感慨深いものですね。勝手な話かもしれませんが、息子がいたら
こうなのかとも無双したこともあります。彼との対決、おそらくあなたにしかなし得ないことでしょう。せめてわずかに残った力を。哦，我们还是多少能升级一点，是不是？これで私の旅もようやく本当。他获得力量只是假的，嗯，我们获得才是真的。ドライケルス、いつかまた女神のもとで。啊，七姐啊！嗯，不得不说啊，毕竟七姐作为从灵璧鬼的时候就是一个，就出场，然后，他虽然是劫色的人，他那个地位之崇高，然后跟这个精神，圣女的精神，嗯，然后以及他的地位就是一个武术的巅峰，就会觉得不该轻易的败北退场。而且劫色跟宰相的那种概念又不一样，就是劫色你恨不了。嗯，你看他们也去把一些教团啊或者什么给毁灭，然后也有他们的精神在，就是劫色其实都是盟主的理念，他们的真实的理念还不清楚，所以以目前来说真的就是不会讨厌的坏人，就比火甚至比火箭队还好那种感觉。火箭队都会让人喜欢，这更会让人喜欢，然后这个离开就真的是更 QQ 啊。お前さんたちは俺たちにちゃんと残せたってことだ。そうじゃな。わずかに残されし力を灰と剣に託したようじゃが。銀の力の断片が吸い込まれていきましたね。形状は変わらないけど、どこか雰囲気が違うような。そうか。これは聖女の置き土産だ。ワニマ恢復了。今のってバリマール、お前が喋ったのか。うん。限界では久しいな、ビーン。銀と聖女の力によって呪いの枷もようやく外すことができた。そして彼女も。真的假的？本当すごい人だよね。一直可以出来聊天，真的是，白兔没有消失，它只是改变了形体，一直都在，然后还可以持续的聊天，太强了。这边治愈人心当然是很好，可是一码归一码。そっか。圣女的离开还是很軽すぎるだろう。很气。もう、なんて置き土産なのよ。感謝する、聖女よ。本当にあの方らしいというか。あの格好つけが、
最後まで子憎い真似をしおって。